クラメロ・パールのスモーキー・クリーム・サメゲとは、変異型マットップ遺伝子を、ホモで持つ馬が発現する毛色である。英語では、原毛色により、クラメロ・パールのスモーキー・クリームに分けられるが、日本語ではこれらを区別することは稀で、すべてスケメゲとして扱う場合が多い。なお、マットップの変異は、人における目皮膚白皮症法型の原因になるが、同時に、 肌の白さにも関連がある。透け目毛は極端にメラニンが不足しているわけではなく、多様性の範囲内と捉えられ、一般的にアルビノとは考えられていない。アルビノに合併する視力障害も伴わない。原毛色により異なるが、基本的にピンク色の肌と青、または灰色の目、白から象毛色の紐を及び長毛が特徴である。 クラメ色の個体は非常に白く見え、やや長毛がクリーム色を帯びている他は白髪との区別がつかない場合がある。パールの,の場合はやや赤みを帯び、スモーキークリームの場合はより増毛色に近づく。白髪との区別は難しい場合もある。一般的にはクリーム色の毛を持つのがスケメ毛、目が茶黒なのが白髪だが、白い毛のスケメ毛と目が青目の白髪もいる。 ただ、スケメゲの方が、目の色は、より薄く、白髪、有色毛の指紋を持つ場合が多い。発生頻度はいずれの品種でも極めて稀。クォーターホースに比較多く、日本でも北海道和種で現れる。その希少性から吉兆とされ、神社に奉納されることもあった。日本国内のサラブレッドの遺伝子プール内には、原因となるクリーム様希釈遺伝子が存在しないため、 現れないが、イギリスでは、サラブレット霊明期の18世紀初頭に存在した。近年アメリカ合衆国では、月毛のサラブレットを用いて、スケメゲの生産も行われている。スケメゲは、白髪などと異なりメラニン細胞の数は、通常の馬と同じである。また、メヒフ白皮症 I 型と異なり、メラニン合成系に、必須のチロシナーゼ活性も正常である。 スケメゲの色の薄さはメラニン細胞や網膜色素上皮細胞内でメラニン合成を担う細胞小器官メラノソームの形成が不全なためメラニンが十分に合成できないことにより起こっている。これはメラノソーム膜表面で働くタンパク質と考えられているマットップの変異により引き起こされている。スケメゲのマットップは 野生型と比べ457番目のグリシンがアラニンに置き換わっており、クリーム様希釈遺伝子と呼ばれている。このクリーム様希釈遺伝子の作用は、メラノソーム形成に影響を与え、メラニンの希釈を行うことだが、ヘテロとホモで作用は異なる。ヘテロで持つと、フェオメラニンが希釈され、原毛色により変わらの毛、月毛、スモーキーブラックになる。一方、ホモで持つと、 エウメラニン、フェオメラニンともに強く希釈され、スケメゲになる。なお、白髪遺伝子に対しては劣勢だが、スケメ系遺伝子を持つ白髪は、指紋も白くなるためより白くなる。また、目は確実にスケメとなる。足毛遺伝子と共存する場合、スケメゲを若干薄暗くした感じに見える。ありがとうございます。